じゃあ次ラジオネーム頑張れ小さい林、松崎さんスタッフの皆さん5年間お疲れ様でした、うん、ありがとうございます。さて僕の鹿までの思いですが、思い出ですが、やはり由比ヶ浜での公開録音です。アンタッチャブルのお二人と一緒に SOS をできたことは、うん、いい思い出となっています。ただこの時由比ヶ浜の雰囲気はきついものがあり、僕の SOS に対してお客さんがほとんど笑っていなかったことも覚えています。嬉しさと滑ったカントで二重の思い出になり、一生忘れられない出来事になりました。重かったってこと？いや、由比ヶ浜の、うん、まあ、いわゆる夏ですよね、海の家 で、はい、公開録音をやったんですけども、うん、今考えれば俺はちょっとこうミスマッチというかね、うん、なんかこうちょっとこうなんつうのかな、いわゆるそのいわゆるそういうところには、うん、日焼けした、はい、まあ言ったらあれですけど、こう茶髪のね、はい、爽やかな、なんか爽やかな、うん、今の、うん、今の子たちがいるわけです、うん、はい、で別にそういう言い方するのもね、リスナーにはもう、うん、申し訳ないけど、リスナーっていうのはその今の子じゃないんですよ、うん、そうなんだね、そのナウナヤングじゃないんですよ、ナウじゃナウナヤングじゃないから、うん、そういうお客さんの中やんなきゃいけないわけですよ、いわゆるモテないとかも別にわかんねえし、なるほど、モテてるしみたいな、そっか、共感できねえんだ。そうだからモテないね、その川柳的なものをやったところで誰もピンとこない、うん、なんかちょっとこうイケイケな感じの兄ちゃん姉ちゃんが、俺もその時ラジオってイベントやったんだけど、イケイケな感じの兄ちゃん姉ちゃんがいっぱいいて、そうなんだよね、なんかその雰囲気にちょっとみんな負けるっていうか、なるほど、そこで SS って言ってね、うん、サウンドステッカーっていうのは番組の間に挟むやつを一緒にリスナーとやってみようみたいなコーナーも設けてたわけですよ、うんな、その、なんて言うんですか、ラジオ聞いてない子たちだから、うん、頑張れ小さい林って言っても、まず感動ねえし。でも、こいつの名前なんか変だな、みたいな。こんな純粋な子もいるし。頑張れ小さい林ってなんか珍しくねえ。長くない、何人だよ。どっから名前なんだよ、みたいな。最終的に林来ちゃってんじゃないか。そんくらいのなんかおよピュアというか、ね、知らない子たちだからじゃあ滑ったんじゃないから安心して頑張って、分からないだから、ね、分からないから、これは滑ったじゃなくて分からない、うん、盛り上がってて、うん、その子たちにはあるあるじゃないことをあるあるでやっちゃってない。そうなんですよね、ないないだからね、あっちにねえよそんなことみたいな。いやでもね、いろいろとまあちょっとね、そろそろまあ時間がね、はい、小島さんが眠そうなんだね。眠そう、やめろお前、全然眠そうじゃねえだろ。俺のせいでその締めるとかやめろ、そういう。毎回最後でしょ。今日ちなみに普通に喋ってる時間ありました？毎回怒ってました。お前のせいだよ、俺今も怒んないから。雷親父でしょ。ガミガミ、ホントよくないよ。ずっとガミガミ。なんかあれだよ、ストレスが溜まってんじゃないですか、小島。お前だよ原因全然。他でこんなことないよ、爽やかにやってるよ。当たり前だよ。爽やかにやってるって何ですか。爽やかに、そういうことじゃないですよ。爽やか、そう思ってる。やめろ、もうやめろ。いやだって今自分で爽やか、だからほら違う違う、アンジャッシュってちょっと爽やかコンビみたいな。渡部さんはね。いやアンジャッシュ。いやいやいや、小島さんにありますかね、爽やかな感じ。いや俺はちょっとしかないよ、ちょっとはあるよ。渡部が爽やかだから。いや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 、爽やかコンビになるんだって、二人一緒になったら。そんなもんなんだ。そんなね、 NHK の収録終わって一人で風俗行くような、やめろよ。行ってねえよ。行ったじゃないですか。やめろよお前。行ったは行ったでしょ。行ったは行ったよ。いつの話してんだお前の。じゃあまあね、小島さんの風俗の話が出たっていうことで、それが終わるのか。終わりだったんですか。ラストです。おかしいだろ。まあまあ、しかまんらしいね。そうですね、風俗終わりっていうことで。らしいのこれは。あと竹山さんと山ちゃんの告知をしましょうか。あ、うん、いいですか。ありがとうございます。やるんですよね。そうなんです。僕4月5日月曜からですね、はい、夜10時スタートの新番組、うん、DIG っていうのが始まるんですけども、はい、そちらで僕月曜担当で、TBS の竹内アナウンサーとお二人でパーソナリティやりますんで、夜10時から深夜1時までの3時間と生放送お願いいたします。そして僕はですね、綺麗だよね。綺麗、うん、多分人気高いと思うんだよね。竹内さん。うん。いや、なんかさ、なんだろう、芸人人気っていうかね。ああ。いわゆるほら、ああいう雑誌やんじゃない、よく女子アナ人気雑誌。ああ、あるね。上位じゃない。ある意味、その、なんか、いや、でもね、やっぱ上位は違うんですよ。やっぱ、高島さんとかね。ああ、やっぱ。そう、やっぱ不動の人気というか、ああいう。で、その、まあ、その、10位に入るか入らないかぐらいに多分いらっしゃると思うんですよ、その竹内さんはね。いや、でも一番いい感じ。いや、でも、いわゆるこの裏の業界人、
まあ、これ言うと上の方がなんか業界から評判悪いみたいな話になっちゃうから、ここでやめるね。なんだそれ。いや、竹内さんいいよ。いや、いいですよ。楽しそうな番組ですね、皆さん。じゃあどう？山ちゃんから。はい、僕はですね、水曜ジャンクをやらせていただきまして、タイトルは山里亮太の不毛な議論ということで、4月7日水曜、深夜1時から、あれも言ってよ、ちゃんと。どれですか？その中でやってくれるコーナー。はい。ね。これはシカマの皆さん、私、なんとか山崎さんにもね、許しを得まして、モテない替え歌、引き継がせていただきます。はい、でも、俺はね、はい、もう、OK したけど、うちの柴田さん、うん、いや、まだ言ってないけど、はい、柴田さんって、結構暴力的な人だから、もしかしたらぶん殴っちゃうかもしれない。応援、いや、元気になった時に、はい、もしかしたら殴り込み、一曲一発みたいな計算で。じゃあ、とりあえず今対策として、打たれ強くなっておきます。もうそれでもやりたいんで。なるほど。顔がおかしくなっちゃっても。なっちゃっても、エロい替え歌とか、ちょっとモテない替え歌。筋肉マンのルービックキューブマンみたいになっちゃっても。結局、強引に全部揃えやがったみたいになっても。それでも、いいぐらいまでに鍛えておきますんで、ぜひやらせていただきたいと思います。OK。それは本当ね。守っていってください、はい、伝統を引き継がせていただきます。いや本当に伝統芸能にしていこう。そうですね。いいね。それはいいよ、ね、歌舞伎狂言だとか。そう、もう歌舞伎狂言、ね、落語だとか。モテない替え歌って。山里亭とかさ、そういうのをつけてさ、みんなに名前を全部つけてあげて、はい、それを受け継いでいこう。そうですね、それはもうぜひね。ぜひ。あと僕からはですね、まあ今回、まあ、ポッドキャストもそうですし、うん、ラジオもそうだけども、まあ、うちの相方不在の中、はい、番組が終わってしまうというのが、こう、なんていうんですかね。なんかいまいちしっくりいかない最終回を迎えてしまったので、まあ、ラジオでも約束しましたけれども、本当の最終回っていう、うん。なんかあれですよね。なんと、よくあるじゃないですか。結婚式を挙げてない。ああ、そうですよね。はいはいはい。で、なんか子供たちがね。うん、大人になって。大人になって、うんうん、もう一回二人に、あげてあげよう。結婚式をあげてあげようっていう。うん、だから俺たちが60歳ぐらいです。投げな。投げよ。本業ヤングって。キャロ番号って。まあ本当にね、小島さんも亡くなっちゃったけどね。もうちょっと生きてる。結構早死にだぜ。もうちょいなの。もうちょい生きてる。いやだから、もうそういうイベントになるのか、うん、またラジオでね、はい、もしかしたらそういう枠がいただけるのか分かりませんけども、うんうん、まあどういった形であれね、そういう元気になった時に最終回を迎えて、いいね、うん、いいね、それで、その時は竹山さん、うん、山ちゃん、はい、そして小島さんにもちょっとね、うん、声かけるかもしれません。いや、もちろん、呼、うん、んで呼んで。ちょっとスケジュールが空いてたらね、まあ、リアルな話、スケジュールが空いてない場合は来れない、そのタレントっていうのはそういうもんですから。スケジュールが空いてた。いやいや、そう言わなくていいじゃん。そういうことだってちょっと開けるでしょ。こじ開けていきますよ、それ。今、ここまでそれ聞いてさ、いや、ちょっとわかんないねって言えないでしょ。リアルな、でも竹山さんはリアルなのにそういうところ、一番厳しい人ですから。厳しくないよ、別に。ギャラと拘束時間に対しての、ギャラっていうものに対して、ものすごい一番厳しい。そんなこと。俺からは言ったことねえよ。なんでね、はい、こじ開けるっていう、こじ大丈夫ですか、こじ開ける。もじったんでしょ。あら、もじってないですよ。もじってはないです。たまたまでしょ。たまたまです。たまたまだったらいいけど。大丈夫ですか。いや、もじったんだったらやばいよ。もじってないです。もじってないです。本当ですか。こじ開ける厳しい。こじっていう、大丈夫ですか。それは俺かかってないもんね。かかってないです。たまたまだもん、ね、はい、たまたまです。それしょうがない。あ、本当ですか。いや、それだったらいいんですよ。すいません。でもね、うん、いやいや、なんか変な感じになっちゃって。大丈夫、大丈夫。それもね、ぜひどっかでやりたいと思いますんで、うん、その時は、はい、来ていただければ幸いでございます、はい、ということで最終回、まあ、ポッドキャストも最終回ですけど、うん、またどこかでお会いしましょう。さよなら。難しいよね。さよなら。いつも通りでいいじゃん。いつも通りでもあるじゃん。なんで味出せる。さよなら。